はい、どうも皆さんこんにちは。イヤホン、ヘッドホンを専門にレビューしている YouTuber のダラマノです。今回ご紹介しますのはこちら、7000円台でノイキャンやワイヤレス充電、低遅延モード搭載と凄すぎるコスパの完全ワイヤレスイヤホン、イヤーファンフリープロ2を今回ご紹介します。以前ご紹介しましたこちらのイヤーファンフリープロ、史上最強のコスパということで、5000円台ながら全部入りかつすごいねコンパクトということで、かなり売れている人気の完全ワイヤレスイヤホンです。そのイヤーファンプロにより高性能になったイヤーファンフリープロ2が発売されました。まずケースがアルミ合金ということで、かなり高級感増してますし、それでいてねよりコンパクトになってるんですよ。ノイキャン搭載でここまでコンパクトって見たことないですよね、正直。さらにノイキャンもねより強力になって、最大 40dB ノイズを軽減してくれます。前作のフリープロは最大 28dB ノイズを軽減してくれたので、まあ大きく進化してますね。また外音取り込み機能も搭載してますし、この価格帯ながらワイヤレス充電にも対応しています。さらに低遅延モード搭載で遅延少なくねゲームや映像を楽しむことができます。またね通話に関してもマイクがね4機から6機になって、よりねクリアな通話が可能となっています。とにかくねすごいコスパで、史上最強と言ってもね問題ないと思います。では詳しくご紹介していきますので、開封シーンをどうぞ。はい、ではですねイヤーファンフリープロ2開けていきます。パッケージも非常にコンパクトで、しっかりとしたね丈夫なパッケージになってますね。開けていきます。はい、おー来ました。またコンパクトですね、これすごい小さいです。ちょっと一旦置いときまして、付属品から見ていきましょう。うん、いろいろ入ってますね。いやすごい、これだけ価格安いのに付属品めちゃくちゃありますね。まずこちらユーザーマニュアルですね。こんな感じで日本語でしっかりと書かれているので、初めてね完全ワイヤレスイヤホンを使う方でも分かりやすいかなと思います。こちら充電用の USB ケーブルはタイプ C になってます。ワイヤレス充電にも対応しています。でこちらが、これはイヤーフックですね。こうやって耳に引っ掛ける部分があるので、しっかりで耳に固定することできます。でこちらがイヤーピースですね。しっかりと梱包されてます。すごいですね。イヤーピースは XS、SML の合計4サイズ付属してきます。これが一番大きいサイズのイヤーピースですね。かなりこう肩の部分が柔らかくて装着感良さそうですね。そしてこちら、なんとこれ綿棒みたいな感じのやつなんですけども、これクリーニング棒ということで、こんな感じでちゃんと使い方書かれてます。充電端子にね耳垢とかね汗とかがついた場合にクリーニング棒で掃除したり、あとフィルターにもね汚れが溜まるとイヤホンの音がねちょっと変わってしまうので、掃除できるようにこのねクリーニング棒がついています。すごく価格安いのにねクリーニング棒までついてくるってすごいですよね。さあではイヤホン本体見ていきましょうか。小さいなこれ。来ました、素晴らしい。まずこちら触ってみると分かるんですけども、少しこのひんやりとしていて、アルミニウム合金になってるんですね。金属製になっています。なのでこう触った感じもねすごく高級感あるんですよね。またこのサイズがすごく小さいです。かなりコンパクトですね。サイズはですね後で比較していきましょう。まずこれ蓋の部分にイヤーファンのロゴが入ってますね。で側面がこのような感じになっていまして、裏側に充電する時の USB Type-C の端子がついてます。でこのね真ん中のラインが少しねこの色が変わっていてアクセントになってますね。で蓋を開けますと、あ、こんな感じになっていて、ここがね LED 光るようになってますね。いや中もすごいですね。見ていきましょう。はい、でこちらがイヤホン本体です。イヤホンの方にもねイヤーファンのロゴが入ってますね。でこちらタッチセンサーになってるようです。でこのような感じになっていまして、ここにですねイヤーフックがついています。先ほど付属品でもご紹介しましたが、こちらのイヤーフック、このようにですね簡単に取ることができるようになっています。なのでね自分の耳の大きさに合わせてね、まあ好みで付け替えることができるので、しっかりとね耳に固定することができます。ちなみにこの S はねこのようにフックの部分がついてないので、まあイヤーフックついてない方がいいという方もね問題なく使うことができます。でイヤーピース外すとこのような感じになってます。価格非常に安いんですけども、ビルドクオリティ全然問題ないですよね。作りが安っぽいとか、ちょっとこうね隙間が空いてるとかね、なんかそういう作りが雑な感じも全くないですよね。ここまでコストを抑えてここまでしっかりと作ることができるっていうのはかなりすごいですよね。ケースにセットしていきます。おお、磁石も強いです。うん、多少まあ雑に入れてもねしっかりとセットすることできますね。で先ほども言いましたが、 C 充電にも対応してるので、こうやって置くだけでね
充電することができます。うん、ちゃんと充電できてますね。はい、では前作のイヤーファンフリープロと比較するとこんな感じになってます。すごいびっくりするんですけども、フリープロ2になってよりねケースコンパクトになってるんですね。フリープロはですね、このようにケースの蓋がね光沢感のあるデザインになっています。ケースはアルミ製ではないので、まあ、そんなに高級感があるわけではないです。アップで見ると大きさ分かりにくいかと思うんですけども、僕の手と比較すると分かるんですけども、もう非常にコンパクトなんですよね。フリープロでも相当コンパクトだったんですけども、フリープロ2になってよりコンパクトになりましたね。これだったら持ち運びも全然苦じゃないですよね。イヤホン本体を比較するとこんな感じになっています。若干フリープロ2の方が小さいですかね。横から見るとこんな感じになっていて、両方とも約 4.1g ということで、もう完全ワイヤレスイヤホンの中でもトップクラスに軽量です。非常に軽いですね。ではペアリングしていきます。一番最初はですね、ケースの蓋を開けるだけでペアリングモードになります。蓋を開けますと、このようにですね、イヤーファンフリープロ2と出るのでタップします。そうするとフリープロ2接続済みになります。非常に簡単ですね。はい、ということで先ほどの開封シーンから5日間ほど使用しました。いつも通り使ってみていいなと思った部分と、ちょっと微妙だなと思ってしまった部分も述べていきます。まずいい部分ですが、このコンパクトなデザインですよね。ノイキャン搭載の完全ワイヤレスイヤホンの中ではトップクラスにコンパクトです。というかここまでコンパクトなの僕の中で見たことないですね。前作のねフリープロと比較してもよりねコンパクトになっていますし、何よりねアルミ合金製のケースになってるんですよね。ひんやりとした感触で触ってもね高級感が感じられますし、もちろんね剛性もしっかりとしてます。イヤホンね、つけてみますとこんな感じですね。イヤホン自体もかなりコンパクトで、重量もね約 4.1g ということでかなり軽いです。軽量なのでね長時間使用しても疲れにくく快適に使用することができます。またこれだけ価格が安いのに付属品もしっかりとしてるんですよね。イヤーピースはね4サイズ付属で XS もありますから、耳の小さい女性の方にもフィットしやすいと思いますし、イヤーフックもね3サイズ付属してきますので、しっかりね耳に固定することができるので、頭を振ってもね落ちる心配も少ないですね。まあ、それに防水性能も IPX5 ありますから、運動時もね安心して使用できますね。さらにこちらのクリーニング棒も付属してくるので清潔に使用することもできますし、価格も安いのに付属品すごくしっかりしてますよね。それからこの価格ながらノイズキャンセリングも搭載されています。いつも10段階でノイズキャンセリングの強さを表現してますが、10段階だと7点ですね。電車に乗っている時の低い走行音を軽減してくれて、音量を上げすぎなくても音楽を楽しむことができます。フリープロが6点だったのでよりねレベルも上がっています。正直2万円台でも7点と表現している完全ワイヤレスイヤホンもあるくらいなので、7000円台で7点もあれば十分すぎるレベルですね。それから外音取り込み機能も搭載されています。これもね10段階でレベルを表現すると8点ですね。8点ですからね、もうこれもね2万円台で8点とね表現してる完全ワイヤレスイヤホンもありますから、7000円台で8点って本当にすごすぎる点数ですよ。特にまあ僕は外音取り込み機能には非常にうるさいですから、まあノイキャンよりも外音取り込み機能をね非常に多用するので、かなりね厳しく表現して8点なので、まあこの価格帯だったらもう十分すぎるレベルだと思います。フリープロが7点だったんですけども、まあ7点でも本当に十分なんですけども、比較するとフリープロの方がね自分の声がね少しだけこもって聞こえたので、ちょっと会話しにくい感じがあったんですよね。フリープロ2はね自分の声も結構クリアに聞こえるんですよ。会話も十分しやすいですし、周りの音もねよりクリアに聞こえるので、もう本当に十分すぎるレベルだと思いますね。それからワイヤレス充電にも対応しています。置くだけで充電することができますから、充電する手間も少ないですね。というかまあないみたいなもんですよね。置くだけで充電できますから。それにですね10分の充電で約2時間の音楽再生が可能な急速充電にも対応しています。まあこれはね USB Type-C で接続して充電した場合ですけども、充電し忘れたとしてもね短時間の充電である程度ね使用することができますから安心ですよね。これだけコンパクトで最大30時間も再生することできますから、まあ、再生時間に不満を感じる方は少ないんじゃないかなと思います。あとはね左を3タップすることで低遅延モードをオンオフすることができます。80ms 程度のですね遅延ということで、約 0.08 秒の遅延ということで 0.1 秒以下ですから、僕が使用した限り遅延はほとんど認識できませんでしたね。よっぽどこの遅延をですねしっかりと見ようと思わない限りわからないと思いますね。なのでまあ音ゲーみたいなねタイミングが重要なゲームでなければ問題なく楽しめると思いますし、映画とかね映像であれば全く問題なく楽しめると思います。あとはですね片耳だけでモノラルでね使用することも可能で、まあ片側で使える完全ワイヤレスイヤホンっていっぱいあるんですけども、モノラルになるのって結構珍しかったりするんですよね。モノラルというのはこの両方でね分かれてる音がまあ一つになるので、片側のみでも音楽を楽しみやすいということですね。これ例えばね今これモノラルで楽し
しんでいたとして、もう片方のねイヤホンをケースから取り出すだけで自動でステレオになるんですよ。でまた戻すと自動でモノラルになるので、難しい設定とかしなくてもね片側だけでね楽しむことができるっていうのは非常にいいですね。それからタッチ操作についてですが、左を1タップで音量下げ、2タップで再生一時停止、3タップで低遅延モードのオンオフをすることができます。あと2秒長押しでノイキャン外音取り込み機能オフをですね切り替えることができます。右は1タップで音量上げ、2タップで再生一時停止、3タップで曲送り、2秒長押しで音声アシスタントが起動します。まあ、ほぼねタッチ操作で行うことはできるんですが、まあ、曲戻しだけできないようになっているので、まあ、ここは注意した方がいいですね。曲戻しをですねタップ操作で頻繁に行うという方にとっては、まあ、ちょっと使いにくいと思うかもしれないですね。それから最近オンラインミーティングや通話でイヤホンをね使用する方も増えてます。通話フィースもね確認していきます。はい、こちらがですね前作のイヤーファンフリープロの音声になります。スマホのですねボイスメモアプリで録音した音声になります。音声の感じはどうでしょうか。はい、でこちらが今回ご紹介のイヤーファンフリープロ2で録音した音声になります。前作がですね4機のマイクに対して、イヤーファンフリープロ2はですね6機搭載なので通話品質も良くなってるんじゃないかと思います。音声の感じはどうでしょうか。それから音質についてですが、まあ、前作のですねフリープロと比較すると低音の量がね少し多くなった感じがあって、よりね EDM とかロックをね楽しみやすくなったように感じます。低音はね量が多くなった分少しこうモワッとする楽曲もありますね。こう輪郭がはっきりとしていて、こう締まりのある低音というよりはちょっとこのね横に膨らみ感のあるしっかりと重たさのある低音になってますね。フリープロの方がねちょっと輪郭はより分かりやすいような印象はあるので、まあ、違いを感じる部分ですね。でもこのしっかりと量がある分 EDM とかロックもねかなり迫力があってね楽しみやすいと思います。ボーカルはね低音の量が多い割にしっかりとね前に出てきて埋もれる感じもないのがいいですね。ただ本当にこの繊細な表現ができるようなね表現力があるわけではないので、やっぱりこうロックとかEDM とかをねノリよく楽しめるような質感に感じます。高音はね刺さる感じもなく十分な量があって聞きやすいですね。綺麗な響きとか余韻を楽しめるというよりはあまりこう刺さる感じがなくてね聞き心地のいい音質に感じます。フリープロと比べるとねやっぱりこの低音のこの存在感っていうのが結構増してるように感じるので、ロックとか EDM とかをねノリよく楽しみたい方におすすめしたいですね。それから微妙だなと思ってしまった部分なんですが、全くなし、もう全くないですね。この価格でこれができるんだっていうのがすごい不思議ですよね。もう本当にこの累計で多分130台近い完全ワイヤレスイヤホンレビューしてるわけなんですけども、もう間違いなく一番コスパがいいですよね。利益がねこれで出せてるのかっていうのが心配になるくらいのコスパで、間違いなくね史上最強のコスパと言ってもいいくらい素晴らしい完全ワイヤレスイヤホンですよね。はい、ということでですね7000円台で全部入りのイヤーファンフリープロ2のご紹介でした。デザインもねアルミ合金製のケースで、しかも非常にコンパクトなので高級感もね十分ありますし、イヤホン本体もね 4.1g と非常に軽量です。まあ、ノイキャン搭載するとねどうしても重たくなってしまうんですけども、まあ、4.1g っていうのは相当軽い方に入ります。ノイキャンもより強力になっていましたし、ワイヤレス充電低遅延モードも搭載されていて、映像やねゲームも楽しみやすいです。付属品もね豊富ですし、もうね言うことないですよね。とにかくすごいコスパだなと思いましたね。できるだけ安くねノイキャン対応の完全ワイヤレスイヤホンが欲しい方はもう間違いなく候補に入ってくる完全ワイヤレスイヤホンですね。下にねリンク貼っておきますので、まずはねぜひチェックしてみてください。ということで、この動画良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録、それからね下にツイッターのリンク載せておきます。ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ドラモでした。